どうもオナです。私はですね、今南米のコロンビア首都ボゴタに来ております。前回の動画をですね見ていただいた方であればですね、まあ、ホテルにねチェックインしてね、そっからって感じだと思うんですけど、翌日2日目でございます。昨日はねすごい爆睡とかしてたりして、あとちょっとね外も軽くは行ってきたんですよ。実はね日本食を実はね食べに行っててですね、ラーメン食べて、いやうまかったね。こちらでですね、日本人の方がですね経営されているところですごい親切にしていただいて、どこから来たんですかみたいな感じで、仕事ですかみたいな感じで聞かれたりとかしてですね、長い旅であればね、まあ調整日も必要ということで、まあその調整日が昨日だったっていう感じですね。2泊3日ですね、このコロンビアに、まあ、いなければならないというか、フランクフルトのフライトがですね明日下の夜になりますんで、だからもうあと1泊2日ありますんでね、せっかくなんで、まあ、今日からですねちょっとコロンビア、まあ、どんな感じかというところですね、本格的に見ていこうかと思っております。服をねホテルのサービスですねちょっとでいろいろクリーニングとかしてもらって、こんな感じで唯一のジャケットもピカピカになりました。はい、ありがとうございますね。もうすごいいろんなところに無茶してますけれども、あとねズボンももうこんな感じで、もうね店で売り出すのもできるんじゃないかぐらいね綺麗になったんで、はい、今からこちらをですね来てですねまたいろいろね動きたいと思います。まずはちょっと街の外をですね見ていただきたいんですけども、でホテルがね住宅街といいますか、なんかねホテルもたくさんあるんですけども、このようなところありますんでね、ちょっとあんま人通りはないですけれども、まあ、とりあえずはホテルの朝食はですねついておりますので、それをですね食べてから行きたいと思います。ではまずは食べに行きましょうか。はい、もうジャケットもねズボンもねピシッとなって、いやいいわやっぱ大事だねクリーニングで。いや自分でね、まあもちろんね手でねやったりとかしてるんですけど、やっぱ限界がありますね。やっぱ中途半端に乾いちゃったりとかもあるんで、やっぱプロの人に、ね、お願いするとアイロンもねちゃんとしてくれて違いますね。見違いました、イケメンになりました。髪の毛はちょっとボサボサで申し訳ないですけど、朝食はどこになるのか分かんないな。エミックかクラブラウンジね、こちらね、なんか今コワーキングスペースだから実質はもうクラブラウンジとしては機能しないんですよね。してるということで、こっちのエレベーターから行けるんだ。ちょっと後で行ってみよう。とりあえずは朝食、中途半端だ、下っぽいな、なんかカチカチ音する。ほら、ブレックファーストイズヒア、オーケー、ありがとうございます。キュー、自由に食べていい感じですね。この野菜。朝食はこんな感じで撮ってみました。まあ、野菜先に撮ってないで、野菜食えということでちょっと意識して撮ってみました。ご飯も結構ね南米ではね食べれてるように、なんかこれチャーハンみたいですね。でこれ豆腐と思ったんですけど、ちょっと感動したんですけどチーズかな、とても美味しそうです。まずご飯、うん、椎茸が入って、うん、キノコ、椎茸かな、うん、キノコご飯で美味しいですよ。全然日本人の口にも合う味付けですね。チーズ、うん、やっぱチーズだ、豆腐食べたいな。ジュース甘い、コーヒー、まあ、コロンビアといえばねやっぱりね
スターバックスとかにコロンビアのコーヒー豆とかね福袋で入ったりしましたけども、あのコーヒーもちょっと飲みたいですよね。これはちょっとどこかなか分かんないんですけど、あ、美味しいです、ね。まあ、昨日ね、先ほど言った通りちらっとコロンビアの街は見たんですけども、皆さんあのコロンビアのまあイメージね、コーヒー以外に何かねあったりしますか？まあこうなんか治安とかそういったところ、うん、今回はね朝食付きプランであの予約したんで、4ポイントであればねプラチナ会員であればあの朝食無料なんですけれども、あの普通に朝食付きのパッケージプランの方が安かったんでそっち予約しちゃった感じで、まあ、あのその分ポイントをもらうっていう感じです。だから7000円今回1泊7000円の4ポイントですけども、実質的には多分朝食込みで多分ポイント付与されることを考えると多分5000円ぐらい泊まれていると思うんで、めちゃめちゃお得だと思います。ちなみにね標高は2500とかになりますんで、これぐらいならじゃあ大丈夫と思います。ちょっと食べたらまた外に繰り出しましょう。美味しいです。朝食も食べましたんで休暇に行ってみましょうか。あ、外にも出れるのかなこれ。あ、出れないな。出れない。あ、ここですね。エクゼクティブということで。本当にあれですね、コワーキングスペースみたいで、一応マシーンとか、ね、コーヒーのやつがあったりしますけど、うん、まあ、こんな感じなんですかね、うん、まあ、もしかしたらコロナ禍で本当は食事とか、ね、あったりするかもしれないんですけど、ラウンジがあるっていうのを知って、あの期待してたんですけども、この点はあれですね、うん、あんまりでしたね。やっぱり行くのであればマリオットとかウェスティンとかシラトンとかそういったところ行った方がいいですね。下にジムもあります。こんな感じです。そうでもね、ちょこちょこね雨が降ってるんですよね。今日も降らなきゃいけない。ではあの今からもう支度してあの外に出ます。ちなみにあそこの車ショップはあれですね、テスラのロゴもありますね。ということでテスラも扱ってたりするのかな、走ってたりするのかな街でね、うん、ということで楽しみですね。ホテルからあの出てきまして、まあ、大きいストリートに出てきて、実は昨日ここもねちょこっと歩いたんですけど、朝ということもあってやってない店はほとんどなんですけど、そうこれ見て私は昨日ね驚いたんですけども、すごいおしゃれな人も多いですし、なんか自転車乗ってる人とかもいて、もうこれも前回も言ったと思うんですけど、ヨーロッパみたいな都市ですね。首都ボゴダに関してはかなり洗練されてる都市だなっていうところですね、あの感じております。もちろんねダウンタウンとかね行けばもうちょっとこう歴史ある雰囲気なところとかもあると思うんで、ぜひあのちょっと今日そういったところにも行ってみたいですね。ここはね新しいエリアだと思うんですけど、あのダウンタウンまで歩いていこうと思ったら2時間ぐらいかかるんですよね。ここもねわりかし中心であるとは思うんですけどね、ということでボゴタに関してはかなり大きいですね。まああのダウンタウンまで行くのであればちょっときついんで、まあ、バスかウーバーか使うかって感じですね。で宅配サービスもあります。ただね昨日ねチェックしたんですけど、ウーバーイーツはねあのもうなんか今サービス中止してるみたいです。ここは何言ってんだ、うん、生搾りのジュースですね。であれはおお美味しそうということで、これは朝ごはんですね。ソーセージとかをサンドして食べるみたいな感じですね、うん、ウーバーイーツはねここ対応してないんですけれども、ディディーフーズはね対応してるみたいです。まあ中国系の配達で東京は対応してないんですけど、大阪とか、ね、あの多分お使いの方もいらっしゃると思うんですけど、同じアプリでなんか注文できそう でした、うん、っていうのすごいよね、ディディフードが。でも川はディディフードは見ないけどね、うん、ボゴタの新鮮な空気を吸って散歩中です。
コロンビアすごいですよね、うん、街が生き生きしてるんでね、あの私も歩いてるだけで楽しいです、うん、自分はそう考えるシティボーイかもしれないですね、うん、まあ、ちょっとウーバーでね、あの場所をガラッと変えてみます、うん、そういえばでもズボンね洗ったばっかりやったわ、忘れてた、座ってもたわいつものように、大切にしないとね、これはユニクロのやつなんですけど、うん、これまあ横バスなんですけども専用レーンになってますね、バスの車は通れないって言ったら実質路面電車みたいな感じですね、あれが駅になります、こんな運用の仕方もあるんですね、それからちょっと場所が変わりましたけど結構雰囲気も変わりますね、こちらこう看板に落書きとかされてたりとか、また先ほどの雰囲気とは異なります、こちらがですねボゴダで、まあ、一番の観光地みたいなところ、とりあえずねあのいろいろなところで書いてたんで、あの取りやってきました、プラザでボルバリというところでございまして、今日は日曜日ということもありまして、うん、店も出てたりしますね、鳩の数がすごいね、これ売ってるのがあれなんだね、ハタの餌なんだね、ああ買ってる人も結構いるわ、だからこんだけハトがいるんだ、あれはアルパカリャマなのかな、ああそれはボリビアでは一切見なかったですね、あ、結構いるねここはこれでもかってぐらいあの盛り上がってますね、じゃあちょっと歩いてみましょうか、いいですね、すごい、なんかこの店をね、このなんか揚げパンサーターアンダギーみたいなやつ売ってるところ結構見かけるんですよね、それで結構ここが流行ってるんでちょっと買ってみましょうか、これで買ってみましょう、だいたいあのこれ20万なんで、うん、あの600円ぐらいの価値ですね、あ、ウノOK, par favor, gracias. これだけお釣りが返ってきました。もう 17.5 ですね。17.5 返ってきたんで、2.5。じゃあ食べてみましょう、早速。ん？なんか入ってる。卵か。おお米と卵とひき肉かな、なんか入ってる、あ、美味しい、これボリュームもあるから
まあ、日本でいうと唐揚げ棒的な感じですかね、ファミチキ的な、なんかそんな感じで食べれるような気がします。ソースをかけてる人がいたんで、タルタルソース。ここら辺はだいぶねまた雰囲気が変わりますね。マクドナルド大人気ですけれども、ビッグマックセットが19で書いてるんで、2つ桁を落としてからかける3すればいいんですよね。だから600円ぐらいですね。値段はまあ日本よりちょっと安いぐらいですね。そんな変わんない。あのおじさんナイス、うまそう。これは何でしょうか。アイスクリームみたいなキャラメルのような、ちょっと頼むし。あ、ウノ。じゃあ、ウサ。あ、OK。さあ、グラシアス。ゲットしましょう。これ2です。60円ですね。あ、硬っ。何これ、餅なの？え、硬っ。これ食べれるのか？おお。飴ですね、飴、うん、餅みたいな味はなんか黒糖ですかね。あ、これはでも美味しい。なるほど、あ、これは全然ありですね、うん、弾力もあって、うん、食感も楽しめます。ただちょっと食べづらい、うん、どっか髪の毛切りたいんですよね。服もね、あの綺麗なところですし、髪の毛もねちょっと整えたいっていうところ、いい加減切りたい切りたい言ってますけど、今日はね、あのセントマーチン島の動画をですね、プレミア公開したんですけども、やっぱり髪の毛長いですね。その時から言われてね、そっからまだねだいぶ髪の毛切ってないです。今日は日曜だからやってないかも。あんまバーバーがないんだよな、ここら辺はな。偽物じゃないかと思った時、これ本物ですね。ホスターズ、ホステルス、なんか出張所みたいな感じですね。ちょっと振り出しちゃいましたね。本を売ってる人は今必死に回収中です。ボゴダはね、あのもうしばらくずっともう雨みたいですね、あの明日とかも、うん、まあでもやんだりね、あの昨日もあの泊まったりとかしてたんで、まあ、やむとは思いますけども、今回のまあ旅行はねずっとね、でもあのほとんど雨降ってなかったんで、実は雨とは無縁だったんで、雨を降るということ自体を忘れてましたね、うん、雨を降るとちょっとねあれですけども、まあ仕方ないですね、これは天気なんで、うん、ここで邪魔っておきましょう。雨も止んでないんですけどもね。地下鉄あるんだね、ボゴダ。なんか調べたけどね、よくわかんないんだよね。あるのかな。これなんか地下鉄っぽいやん。さっきのバスのやつとは違いそうで。ここはね、なんかあのチケット買えそうなの、ちょっと買ってみますか。ほら、あ、I want to card. Yes. Pay with me. Yep. Quanto te cargo? Okay, gracias. Okay. これ600円渡して、あのカードと、あ、多分チャージもしてもらいました。うん、ということで、あのこれでいろいろ乗れると思います。もうちょっとよくわからんけど行ってみようか、せっかくだから。はい、ということでこれだけ残ってるみたいですね。1よし、あ、めちゃめちゃ面白いですね。これもう地下鉄と思いきやバスですね、うん、こんな運用してるのは初めてな。考えた人すごいと思う。これだとね、うん、地下鉄作るの何千楽だと思いますけどね、うん、これ見たら地下鉄ですよね。やっぱりでもだから
だから、ね、あのボゴダ地下鉄って検索しても出てこなかったんですね。乗り方がちょっと難しいんで。まあ、治安は良くなさそうですね。じゃあこちらに乗ってみます。 Google マップでも行きたいところ行けば出てきてきました。3個ぐらいつながってる BLT 店ですかね。あの東京だと有明に行くやつがこんなバスあったりします。もちろんあの線路はねないですけれども、完全にバス専用の道となっているんで、車の渋滞巻き込まれるとかそういったことは一切ない。では乗り換えです。ここは地下でもなく、ね、屋外に、さっきからあのウーバーに乗ってる時見たやつになってますね、はい。ここはチケットを持った人しか入れないエリアです。乗り継ぎ無料なのかな。なんかあの多分外に出ないといけないかな。次の乗り継ぎはバスみたいです。普通のバスに乗ってですね、やっぱりカードあると便利ですね。カード買うまでがめんどくさいんですけどね、あれがねビザタッチとか対応であればねいいんですけど、今回ちょっとねあの行きたいところなんですけれども、あのすごい美味しそうなねコロンビア料理があってというか写真を見まして、バンデハパイサというやつです、うん、またちょっと雨降ってきたんですけど、うん、ちょうどねあの Google マップ探したらねここら辺にねすごい人気店があるんで、ちょっと行ってこようかと思います。あれメゾンカイザーかな。雨すごいな。でも傘持ってるんだけど、ちなみに、ね、傘差しますか。あちらですね。やばいやばい、洗濯したフックなのにもうとりあえず入りましょう。エンカントありますね、うん、すごい。あ、ということでこれがコロンビアをテーマにしたやつみたい。あ、こんな感じで売ってるんだ、うん、チェーン店なんだな。あ、ここならコロンビアコーヒーも飲めそうだ。ミスりました、ここじゃなかったっすね。ここはねコロンビアコーヒーが飲めるっていうのでお気に入りだとこで、あのこの近くなんですけれどもコロンビア料理が食べれる。間違ったな。仕方ない、とりあえずはコーヒー飲みましょうか。雨を降ってるんで、うん、コロンディショナルで間違いないかな。エスプレッソか、ほら、あ、コロンビアコーヒー、カプチーノ、あーノ、あ、ブラックコーヒー、ブラックコーヒー、yeah. ティント、ブラウニー、ブラウニー、ブラウニー、yes. yeah. ウノ。コロンビアコーヒーでございます。コロンビアコーヒーはね日本でも飲めると思いますけど、スタバとかで、まあ、まあ本場で新鮮な豆をということで、美味しいです。コーヒーだけだとあれなんで、ブラウニーも食べました、うん。まあ、こっちのなんかスターバックスみたいな感じで、あの2階の方に行けばね、パソコンやられてる人とかいて、おしゃれな人がいっぱいいる感じです、まあ、スターバックスもあるんですけどね。あ、ここの雰囲気はいいですね、うん、何よりこのね、まあ、エンカント、日本だと見られると魔法だらけの家、うん、それであの
まあ、映画館でもやってたんですけど、私はディズニーチャンネル契約してね、妻がなんか面白そうって言ったら一緒に見たんですけど、うん、あ、確かに、ね、映像とか、ね、音楽とかすごい良くて、うん、ディズニーチャンネルなら英語と日本語どっちとも見れるんで、うん、その舞台となっていると言われているコロンビアにねやってこれて今回ラッキーだなと思います、うん、これちょっとねダラダラして雨が降りすぎてめっちゃね音で分かると思いますけど降ってきたんで、うん、落ち着けばいいんですけどどうでしょうかね。だいぶ雨も収まりましたね。よかった。次はじゃあどんだけ食うんだって話ですけども、先ほど言ってたコロンビア料理をちょっといただきたいと思います。ここからもう向かいで歩いて5分ぐらいのところです。ここら辺はなんかすごいおしゃれな店が多いですね。うわーっと水踏んじゃった。こちらになります。では中に入りましょうか。ほら、うの。ラシアス。え、あ、ほら、いや、あ、バンデサパイ、パイサハイサ、エンデス。コークゼロ、ゼロ。OK、ラシアス。注文しました。店の雰囲気も結構いい感じで、いい店選びした。ね、できたんじゃないかなと思います。ラシアス。コーラゼロは伝わらんかと思う。多分コーラに合うような食事です、はい、待っておきましょう。ボゴダはスペインのマドリッドよりも都会じゃないかな、なんかそんな感じがしますけどね。まあ明日フランクフルートに飛ぶわけですけど、ただちょっと標高が高いんでね、なんかね歩いててもしんどいなみたいな、2000ぐらいなんで、まあメキシコシティ一緒ぐらいなんですけど、なんかそんな感じがしますね。気のせいかもしれないですけど、ボリビアよりだいぶマシですけどね。ボリビアの時はマジでひどかったな。今思い出しても、ひどかった。まあ、幸いはね、大丈夫だったんですけど、うん、今日は食べてばっかりですね。あ、いや。よし。よし。よし。はい、というわけで来ました。こちらになります。どうですか、めちゃめちゃうまそうじゃないですか。うん、このアボカドはどうすんのかな。肉、牛肉かな、卵とソーセージと豆です。はい、すごいインスタ映えするコロンビア料理で、もう美味しいな確定してますけど、うん、コーラで乾杯。ちょっと寒いね。すげえボリュームが。こんな感じ。お、あったかそう。うん、あ、めちゃめちゃ美味しい。あ、でも鶏だ、うん、ほぼなんか唐揚げみたいな感じ、うん、美味しい。唐揚げのなんか元とか使ってんのかなってぐらい唐揚げですけど、うん、うん、そしてこの卵を割ると下にはこんな感じで白ご飯になってます。白ご飯、なんか日本のご飯っぽいね。どうでしょうか、うん、なんか食感は似てますけど、でも匂いが違いますね。なんかつけてんのかな、うん、それこれはバナナですね。もう今回の旅行ではね、本当にバナナよく食べますね。セントマーチンでもね、バナナは芋みたいな感じでしたし、ボリビアでも結構食べた気がしますし、うん、フルーツからね、こういった風な感じまで。これ甘いのかな、ちょい山、うん、これはそぼろみたいなやつ。なんかでもそぼろみたいな、なんか日本でもありそうな味です、うん、食レポ下手くせ申し訳ないですけど、うん、いいですね、うん、それでまあソーセージ、うん、うまいです。アボカドはどうやったらいいかな。
僕らも一緒にじゃあ、うん、これもあるんですけどね、これはどう使うの、キャビアを乗せるようなパン、あったかいです、うん、なんかこれにあパクチーだこれ、うん、あこれ乗せて食べるのかな、食べ方は多分間違ってると思いますけど、あのごめんなさい、正しい食べ方を知ってる方がいれば教えていただきたいですけど、あの、うん、今結構ボリュームもありますし、もうね晩ご飯も食べなくていいかなってぐらいの感じで、だいたいこれで1000円ぐらいですね、まあ、このようなレストランでそれぐらいなんで、うん、まあ、コロンビア物価自体は、まあ、そこまで高くはないって感じですかね、ちょっとボリビアに比べて上がってるかもしれないですけど、まあ、でその分ボゴダに関してはかなりあのレストランのクオリティとかも上がってる印象です。まあ私はウユニとちょっと比べてるんですけども、うん、南米でもやっぱり全然ねいろんなところありますね、うん、これはぜひともね、あのコロンビア来ることあれば食べて、まあ、もしかしたらね日本でもコロンビア料理提供してる店あるかもしれないですけど、まあ、ぜひ食べていただきたい、あの一つの料理かなと思いますね。これでねずっとねだから調べて食べたかったんで、ね、食べることができてよかったです。ではちょっとねあのゆっくりいただきます。お食べましたけどあれねすごいボリュームでね、うん、もうめちゃめちゃ腹いっぱいもう晩ご飯はいらないかなって感じですいっぱい食べたんでもう歩いてブラブラちょっとねしながらホテルの方にちょっと近づいていこうかな、うん、まあ、一旦ちょっとホテルに帰るのもいいかもしれない。 Google マップにバスが出るんで、あの使いこなすと思いますね。ということでこれゲットしたんでめちゃめちゃ心強いです。ボゴダはもう本当にバス必須ですね。ただ、ね、手を挙げて意思表示しないと、バスが、ね、さっき素通りされたんですよね。なので、ね、アピールすることが大事ですね。ちょっとあのバス降りましたけど、ちょうど、ね、バス降りたところにあれですね、 COVID-19 ということで、PCR 検査あと抗原検査を受けれるところがありました。そう、それでね、私もね、ドイツ行くためにね、まあ、もちろんね、受けようかと思ってたんですけども、なんとね、ドイツはね、あのもうね、あのしなくても、ワクチンパスポートあればね、あの行けるというふうに確認したんで、なんで、私、明日フライトなんですけども、受けなくていいみたいです、多分。ただね、コロンビア結構充実してるみたいで、ホテルまで来てやってくれたから、エジプトスタイルですね、そんなのをやったりとか、うん、やってくれるみたいなんで、まあ、今回はもうちょっと受けずに行こうかなというふうに思ってますけど、ここにもありましたね。日曜日もやってて、すごい、なんかワッツアップとかで予約できるそうな感じがあって、いい環境ですね。それで、こちらのね、コスタオっていうですね、カフェも結構ね、あってね、さすがにね、もう今日食べれないんですけども、ちょっと明日、チャレンジしてみたいですね。すごく美味しそう。もっと広い店もあると思うんで、うん、とりあえずは一旦ホテル戻って休憩しようかと思います。もう夜になりましたけれども、まあ、結局はご飯も食べずって感じでもうお腹に残ってますね。まあ、今日はね寝て明日フライトなんですけれども、まあ、夜の何時だっけ、明日20時55分だ、11時間15分のフライトなんですけれども、6時ぐらいに空港着けばいいから、でレイトチェックアウトは4時までできるんでということなんで、まあでもね多分明日もいろいろねちょっとまだ行けてないところとかあったりするんで、僕だね、どうしようかな、まあ、それは明日次第。まあ、今日はね、寝ようかと思いますけども、ね、ボゴダ、ね、すごいですよね。都会ですよね。ただ、ね、まあね、もちろん、久々の都会なんでね、私もですね、まあ、こう、いろいろ、おしゃれな店行ったりとかして、楽しんでたんですけども、今までの、こう、ウユニとか、なんかそういうところが違って、まあ、誰か話しかけてくるとか、そういったことは当然ないんで、うん、ちょっと寂しさは感じましたね、都会的なね。明日もだから淡々と多分いろんなもの食べてみたいな感じになると思うんですけども、なんか市場とかもねあるみたいなんで、なんかそちら方に行ってみるのもいいかなと思いますし、どうしようかなということで、まあ今日はねゆっくりまたこちらのベッドで寝ようかと思います。はい、では皆さんおやすみなさいませ。
おはようございます。コロンビアボゴダ最終日でございますということで、今日もですね晴れ晴れとした天気でと言いたいところではありますけれども、あいにくのですね今日もですね雨というのでですね、雨の月曜日でございます。昨日から言っている通りですね、今夜ねフライトとなりますので、今日もちょっとボゴダを見ていきたいと思っております。それで昨日もですね晩ご飯ちゃんと食べておらずにですね、お腹も非常に空いているということで、朝食をですねまたホテルでいただきたいと思います。ちょっと抑えめに行こうと思ってるんですけども、大丈夫ですかね。はい、とりあえず行きます。ぐっすり寝れてめちゃめちゃ元気です。朝食はこんな感じで抑えめに、パパイヤがおすすめだよみたいな感じで言われたんで、パパイヤもと言われてます。パパイヤが美味しいと他のお客さんが言ってきたので、コロンビアはねホテル以外の人も含めて店の人とか英語はまあまあ結構他の南米よりは、ね、通じてますね。スペイン語本当は覚える方がね一番南米としてはね楽しいとは思うんですけども、結構そのボリビアでウイニエンコで一緒になったセレブっぽいカップルも英語は全く話せなかったんで、やっぱりスペイン語圏でまあねやっぱスペイン語話した方がいいんだなと思いました。月曜日ということもあってスーツを着てる人たちが行き交ってますね。今日で南米も最後ということで、まあフライトは欠航にならなければ結構長くいましたね。パナマ含めると結構ね、パナマもね、まあ、中南米というカテゴリーにすると、ではゆっくりいただきます。では、お願いします。あ、これ昨日行ったカフェのあれですね、コーヒー豆ですね。そこの豆を使ってたんだ。コロンビアのコーヒーだったんですね。それでは私のですね今夜のフライトなんですけれども、ちょっと次の動画になってると思うんですけどもね、ご了承いただければと思いますけども、最安値だと CDG エールフランスも飛んでるんだ、まあ、今回あれですねスターライアンさんで関係ないんですけれども、あ、これめっちゃ安いね。アメリカのワシントン経由だと、ワシントン戻る、結局戻らされるんですね。それが一番ね値段的に考えたら安いんですけども、まあ私が一番スマートで、まあ、世界一周航空券のルートとしてねこれ乗れたら気持ちいいなって思ったのがルフトハンザでボゴダからフランクフルトの便でございまして、毎日は飛んでおりません。21万と、これエコノミーですからね、ちなみにビジネスだといくらになるんだ。そう、20時55分のフライトですね、まあ、ビジネスだともう売り切れなんで満席っぽいですね。満席なんだ。結構乗られる人はいるみたいですね。出てこない、満席だと思います。プレーコとかあったな。プレーコでもまあ33万円とかするような、まあ直前にまあ購入したらって感じなんですけど、はい、路線でございます。はい、11時間15分、久々の長距離フライトですね。逆に長距離の方がありがたい、3、4時間ぐらいがちょっと一番中途半端かもしれない、ビジネスだとね、荷物パッキングしたんでもうチェックアウトしようかと思います。まあ4時までねいることはできるんですけれども、まあちょっとね外を見ておこうということで、もうホテルは出ることにいたします。今回エグゼクティブ、ね、フロアとは言ってたんですけど、ラウンジも閉まってたんで結局は、まあ、高層階の部屋って感じで、ね、そんなにアップグレードの恩恵を受けることできなかったです。でもそれでもすごい良かったです。お願いします。楽しい滞在でございました。ほら、あ、チェックアップリーズ。OK、 あ、 OK、So you can pick up the case once you come back. Okay. 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 Mucho gracias. Yeah. Thank you. Yep. Check out しました。荷物預かって。では、今日もこの魔法のカードで、まあ、移動
しまくりましょうかね。あの街はいい感じですけど、水たまりが多いんでね、ちょっと私は要注意ですね。あの下見ないで歩く人間なんで、あのちゃんと下見て歩かないと、あの水たまりに靴がボッとボンと、昨日も何回かやっちゃったんでじゃあバスでなんかマーケットでも行ってみましょうかね。あと髪も切りたいんだよな、しつこずっと行ってるけど。初日からね、実はちょっと気になってたところありまして、うん、ここずっと人がねいてね、切れなかったんですよね。ただ今朝ということもあって月曜日と人いないですね。3万2000でも1000円とかなんで、カットで1000円ぐらいかな。コルテってなんだろう、バーバかな、うん、でもコルテでも、うん、3万2000円、まあ、1000円ぐらいなんでちょっと行っちゃいましょうか。ほら、I want to get cut. Corte? Yeah, corte. Okay. Es que es tu nombre. Ah, okay. Your name. Name, okay. Cut. Hola. Ah, jacket. Jacket? Okay. Gracias. あ、全然髪型決めるの忘れた。どうしよう、まあ、適当に。あ、like you、コロンビアスタイル。No、コロンビア。No、エスパニョール。エスパニョール。OK。Solo español。OK。Solo cortito, esa cortito por un lado。Ah, yeah, yeah, sí, sí。Ah, sí, sí, sí. Yeah, good, yeah.お兄さんおすすめのやつに行きます。気持ちいいね。でもね、きっとずっと鬱陶しかった。Muchas gracias. Buenas. Yeah. ということで、いい感じになりました。How are you? Yeah, good. Yeah. Okay, muchas gracias. Good day. Yeah, good. どうですか。結構がっつり行きましたけど、でも今までないんじゃ、ここまで短いのはないんじゃないかな。それでね、結構ね、トリートメントとかもなんかしてくれて。あの髪型もすごい決まって、これはこれでありなんじゃないかなって思うかもしれないですけど、うん、まあ、今までの坊ちゃん、ね、ガリみたいな感じよりもちょっと変わった感じでどうですかね、うん、なんかいいか悪いかどっちかなと思うんですけども、結構印象が変わりますね、うん、結構いったね、うん、でもまあまあまあ、これ3万2000円なので、やっぱこれあの1000円ぐらいですね、うん、上質な空間で、まあ、シャンプーはね、あのやってくれなくて多分オプションだと思うんですけども、まあ、それでも、ね、かっこいいお兄さんにやってもらえて、あの1000円ならすごい良かったですね。あのトルコの13分の1足かな、うん、やってくれました。これで今回ちょっと短いな、でもな、うん、まあまあ、でも日本に帰る頃には多分いい感じになってると思います。はい、ということで、しばらくはこれでちょっとお付き合いください。マーケット行こうと思うんですけど、あいにく土日しかやってないようで、今日月曜日なんですよね。ということで残念。まあ、まあ、街をね、まあ、今日もブラブラしようかと思います。これはね、あの昨日から食べてみたいなと思ってたやつです。このために朝ごはん軽くしたっていうところもありますね。あ、ほら、あ、リスさん、ウーノ、いや、やこれ確実も食べる前からうまいのは確定だね。ホテルもこういったのね、提供すればいい。お、すごい神業だな。Ah, gracias. Ah, okay. It. 好きなソース選んで、もうかけ放題って感じですね。こんな感じです。うまそう。
あのソーセージももちろん美味しいですし、パン生地もちょっと弾力があって美味しいですね。バーベキューソースだ。もう朝はこれ十分ですね。歩いておりましたら日本センターというですねビルがありました。日系企業入ってるんですかね。なんか 見た感じだとね、そんななんか日本企業とかいうかアビアンカ航空がね、あのオフィスがありますけど、というか結構空きテナントがあるみたいで景気は悪そうですね。まあ、こう観光客が行く丘があってすごい眺めが綺麗だみたいなところがあるみたいなんで、ちょっとそちらの方にね、行ってみようかと思います。今コロンビア選挙中みたいですね。ということで結構ね、あのポスターだったりとかいろんな活動してたりとか、バスに無事乗りましたんで、あの今ですねちょっとまた昨日行ったあの広場のあったり、まあ、ソウルタウンですね。髪の毛切ってももういい感じですね。かっこよく、まあ、これが維持できないんですけど、ね、いつもあるがままになって、髪の毛のねあのちょっとセッティングっていうのも覚えないといけないですね。ということで今日ビジネスクラスなのでちょっと嬉しいです。これそれでは乗り換えですね。多分あそこの丘に登ることはケーブルカーできるんですね。もう本当ボゴダ大きいんでバスも結構時間かかりましたね。渋滞もすごいです。バスはねでも全然ね時間通り来ないですね。なんでまあ余裕があるときはバスは安くていいと思うんですけど、弾丸旅行だとウーバーとか全然ありですね。これも結構待ちました、ね、細い。ここは若い人が多いですね。大学あるそんな雰囲気です。バス降りました。うまいこと乗り継ぎた。時間めっちゃかかって1時間ぐらいかかってた、ね、多分 Uber で行けばあの20分 Uber で30分ぐらいかかった、ね、ということでありますね。ケーブルカーよし、それではバイクみたいですね。往復で600円。おじさんナルト T シャツ。結構ねこっちの人はねナルト好きな方多いみたいですね。僕のラントリップ。グラシアス。セイブタン。結構でも観光客もいました。安心しましたね。あ、すごい。ケーブルカー待ってる。結構ねそう全然なくてね、めっちゃ待ってる。もっとやればいい。険しいか無理なのかな。横浜みたいにね、たくさんっていうのは無理なのかな。このペースだからなかなか履けないね。
ここでもあれだね、日焼けしてないところと日焼けしてるところ不自然になってる。めっちゃ焼けたね。コロンビアね、焼けるとかも、ね、帽子もね、パナマで買いましたけど、全然なんかそんな感じはしないです。While you head to the sanctuary, endless city lights of Colombia's capital at night. Aside from the devotion, the nature and the ambient landscape, at Monserrate you may enjoy the best of Colombian and international gastronomy at Casa San Isidro and Casa Santa Clara restaurants. Start your walking through the Via Crucis path, which depicts the Passion of Christ with beautiful bronze sculpture. And Casa Santa Clara restaurants, and take some of the best Santa Fe snacks of the city in the Calle Santa Clara.わあ、だいぶ寒いですね。じゃあ空気が薄くなった気がしますね。これでもまだね、ウイニの方が標高高いんですけど、今回、まあ、あの世界一周航空券は、まあね、南米はここで去るということで、まあ、南米も、ね、まだエクアドル、まあ、ガラパゴス諸島が、ね、あるところとかここから近いんですけどね、ぜひ行きたいところであるんですけど、ちょっと今回はなしでということで、またブラジルも、ね、今回ちょっと行こうと思ってたんですけども、行く気分であったんですけども、ちょっとね、あのまた行きたいな、ね、あそこもブラジルも、ね、あの日系人 の, あの街とか、ね、あのあったりして、ね、ボリビアみたいに、ね、あの行ってみたいですし、あとパタゴニアかな、アルゼンチンの、まあ、こう南極クルーズ乗ったりとか、そんなのもしてみたいですし、まだまだ南米はなかなかね、やっぱり日本が遠いんでね、あとでかいんで簡単に移動ができないんですよね。だから今回の世界一周航空券の縛りでも結構苦しめられましたね。まあでもうまくね、あの今日フランクフルトが綺麗にあのルートは、ね、飛べたのかなと思いますし、あのいろいろ自分の行きたいところを考えながら、基本個人的には結構満足してます。もうちょっとスペイン語あの勉強、今回、ね、もう英語圏もそうなんですけども、あの、ね、勢いでもうね行った感があるんで、もう少しねちょっとね喋れるようになって、あの現地の人とあのコミュニケーションねもう少し取れるようにねちょっとしたいなというところも思いましたね。ぜひなんかあの皆さんの私のまあ南米、まあ、パナマ、まあ、南米で、ね、なんか良かったよっていうところ、ウイニが多分一番面白かったかもしれないですけど、あのぜひなんかコメントでいただければと思います。また行ってほしいとこあれば教えてください。はい、戻ってきて大満足です。ホテルもね、あの JW マリオットとか、マリオット普通もありますし、ヒルトンもありますし、グランドハイアット、ダブリホテルとかね、まあ、高級ホテルとかもあるんで、ぜひまあ、ね、そういったホテル好きな方にもですね、もう来てみるのもいいんじゃないかなというふうに思いました。Pollo menuchado, crema de leche. Delicioso. めちゃうまそう。なんかいろいろこうやってね、あの食べるとことかもあったの、お土産こうお土産ショップとかで。まあ閉まってるところもありますけど、結構でも活気ありますね。あ、昨日食べたようなやつとか、あすごい景色ね。Hola, ¿quieres comer algo? Mira la carta, supongo que me salga. You speak English? Ah, yes, yes. Okay, you want a lunch?
This is ajiaco santafereño. This is a soup typical from Bogota. This is with plantain, potato, corn, chicken, avocado, rice. Okay, one please, yeah. One, this one. Okay. Okay, gracias. Okay, thank you. まあちょうどねお腹も空いてたんでこの絶景飯をいただきたいと思います。ボコダのなんか料理とか言ってたね。アボカドが入って、結構アボカドがね使われて多いね。ということで。コーラビンナッツ。いただきます。いただきます。あ、なんかでもどっかで食べたなこれ。スープ。スープじゃがいもが入ってる。うん。シチューだな。ちょっとぬるくはありますけど。あとパクチーが入ってます。美味しいです、うん、あと丸ごとトウモロコシ、うん、ダイナミックな料理ありますけど美味しいですね、うん、でもご飯はやっぱ日本とはだいぶ違いますね。パサパサでちょっと匂いがあります。非常に美味しいですこれ。私の認識違いでなければこれは多分600円ぐらいって言ってましたね。6000にぽったくれたあれだけ。多分大丈夫でしょう。ゴーダもね、もう周辺は山々ですね。Gracias. Yeah, good. Yeah. 26 or... Okay. 7. Yeah. 700 円ぐらいでした。安い。めっちゃ gracias. 非常に美味しかったです。じゃあ、ちょっとショート。このやつもですね。それではまたね、下まで降ります。気遣い荒くない。ちょっとね早いんですけれども、もうねホテルに戻って空港まで向かうかと思います。まあ空港でちょっとゆっくりしておきましょう。ではウーバーでも最後は帰ります。Hola, pick up baggage. You have a key? All right, yes. So we're going to give you back the key. Okay? Okay, thank you. There's just a... Yeah. Okay, gracias. Thank you. You have everything? Yes. Yes. それではですね、荷物を無事受け取りまして、今からもう空港に向かいます。またウーバーですね。とてもいいホテルでございました。だいたい、いや、40分ぐらい。ちょっと、あと40分ぐらいか。値段は、まあ、1000円ぐらい。うん、ウーバー、やあ、うん、ということで、ルイスさん、お願いします。やあ。
nacional, internacional. Ah, internacional. Okay. Bienvenidos a Ironade. Imprimiendo ticket. Puedo continuar. Gracias. ちょっとターミナルが分かんなかったんで適当に止めてもらいました。とりあえずインターナショナルであるみたいなんですけど、空港に到着いたしました。これからですね、私はボゴダをコロンビアを南米を去りましてですね、ヨーロッパドイツフランクフルトをですね向かう予定でございます。南米はまあお腹いっぱいということでですね、まあ、急遽こうアビアンカ航空スターアライアンスなんでね、ちょっと寄り立ったんですけども、まあ、非常にですね大都市で、まあ、いろんなおしゃれな、ね、お店とかあったりとかホテルもあったりとか、あと、もう髪の毛もね、切っていただいてということでですね。まあ、ちょっと雨は降ってたんですけども、大満足のですね、滞在でございました。皆さんも、スターアライアンス、まあ、ANA、払っている人も、まあ、多いと思います。ぜひ南米来た際はですね、アビアンカ航空で、このね、コロンビア、ボゴダに寄ることもあるかもしれないですけども、快適な空港なんでね、ぜひ、ね、皆さんも楽しんでみてください。まあ、こんな感じで今回の動画を終わりたいと思います。また引き続きね、私のですね、スタイランスでの世界一周航空券の旅っていうところはですね、続けていきますのでね、ぜひ楽しみにしていただければと思います。気をつけて行ってきます。では、皆さんごきげんよう。さようなら。バイバイ。アディオス。